まあ、卓球練習やったりとか、はい、午前中の練習ちょっと充実した練習できたのかなと思いますけど、はい、いかがでしょう。日に日に良くなってきてますね、うん、はい、自分の感覚としてそう感じます。でもこの合宿で の, あの調整ってすごい大事になってくると思うんですけど、はい、今どういう意識で自分の中でやってる感じですか。やっぱ自分が求めているプレースタイルだったり自分が思っているところにボールを返球できるように意識してますね。じゃあそれをこの合宿でなるべく突き詰めていきたい感じですか。日本にいるときは自分の中でそんなにこう満足いくプレーができなかったんですけど、まあ、こっちに来てから、まあ、卓球練習も多くしてだんだん自分の思っているところにボールを返球できるようになりましたし感覚も徐々に良くなってきてます。今日つけてたサングラスはこの世界卓球に向けて新調した、はい、そうですね、はい、つけた感覚っていうのはどうですか。試合会場でやってみないと何とも言えないんですけど裸眼でやるよりはつけてる方がやりやすいと感じますね。じゃあ会場行ってまあ1コートで暗くなった時とか、はい、時にどういう感じになるか。そうですね、まあ、どうしてもサングラスをつけてしまうと若干視界が暗くなってしまうのでその辺のバランスをうまく考えながら、うん、やっぱり実際やってその会場の暗さだったりとか LED だったりとかその辺を本番になってみないとわからないんで、うん、今は本番ではつけると思って、うん、本番ではつけると思っているんで練習でもつけてやってます。